こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、私は皆さんに伝えたいということがありまして、伝えたいというよりかは私は嫌なんだっていうことを伝えたいんですよ。何について話していくかというとですね、皆様聞いたことあるかと思うんですけども、 LGBT っていう言葉、その LGBT って言葉は私あんまり好きじゃないんですよ。いや、カノンちゃん大丈夫？だって LGBT の中の T の人に当てはまるカノンちゃんがそんなこと言って大丈夫だなと言われるかもしれないんで、深い闇を話していこうかなと思ってます。なぜ私が今回このことについて話そうと思ったかというと、先日ですね、とある全国放送の番組に呼んでいただいて、 LGBT のことについて真面目に議論するみたいな、まあ、そういった内容で収録してきたんですけども、番組の中でも結構私は物議を醸し出すようなことを言ってしまったんですね。ざっくり話すと、 LGBT に優しい世界よ的な感じの内容で話してたんですけども、私はその真逆を行くような発言を、まあ、終始してたんですね。まあ、本当のこと言った方がいいかなと思ったからこそ言ったんですけども、なのでちょっとここでも、まあ、YouTube 見てくださってる視聴者さんにも私が思っていることを話していきたいなと思ってて、まあ、結論から話すと、私は LGBT っていう言葉とか虹色の旗ですよ、レインボーフラッグ、もうああいうの見るとビクーみたいなドキーってしちゃうんですよ。あんまり好きじゃないっていう。でそれについて話していこうかなと思ってて、まあ、理由も添えた方がいいと思うんで、ちょっと皆さん分かりやすく今から話していきます。でまずですね、 LGBT っていう言葉がなぜ私が嫌いっていうか、あんまり好きじゃないのかっていうと、もう嫌いって言っちゃった、まあ正直嫌いなんですけども、まずですね、大前提、まあ、性的マイノリティ、まあ、少数派の方々が社会で生きていく上で何の弊害もなく心穏やかに過ごしていけることを私は望んでいます。ですが、私はですね、LGBT の T ってそこのグループに本当に必要なのかと思っちゃうんですよ。どういうことかっていうと、 L の方が女性同性愛者、 G の方が男性同性愛者で、 B の方が両性愛者じゃないですか。 T ってこの今言った3つの項目とちょっとかけ離れてません？ LGB ってさ、恋愛って対象とか、まあ、そういったその性的指向のことがメインになってるじゃないですか、 LGB って。 T ってさ、性別をこう変えた方の、まあ、総称じゃないですか、トランスジェンダーなんで。その LGBT の中で T ってかなり私は浮いてると思ってて、 LGBT の中になんか含んでほしくないって思っちゃうんですよ。ごめんなさい、これ誤解を生むと思うんで、本当これで私過去に少しこういう発言しちゃったから叩かれたことあったんで控えてたんですけども、もう一回またこういった議論の場が、まあ、テレビでいただいたんでちょっとここで話しちゃうんですけど、だってさ、 LG の方ってさ、両性愛者同士のコミュニティが必要になってくるわけじゃないですか。なぜなら街中で歩いててさ、すれ違った時に、あのすれ違った人は私と同じ女性の同性愛者なのかなって分かんないじゃないですか。だからそういった方々って、例えばまあ分かりやすく言うと2丁目とか、こういう同性愛者が集まるような場所に行ってコミュニティを作ったりとか、まあそういった方が多いじゃないですか。お互い両性愛者同性愛者って分かった方がいろんなことが円滑に進む人たちだと思うんですね。ただ T、私みたいにトランスジェンダーの方々ってそういったコミュニティに行く必要があまりないんですよ。なぜなら今写真出てると思うんですけども、ものすごいチンパンジー少年だったわけですよ。で今こんな風になってるわけじゃないですか。こうやって今もう女性として生活してるから、これを適切な表現と言っていいのか分かんないですけども、街中にいる女性に溶け込んで私も今生きてるわけなんで、どちらかっていうと世の中にこう溶け込みたいってタイプだから、街中歩いてて私は LGBT の人なんですっていうのをあまり言う必要がないっていうか、どっちかっていうとあんまり言いたくないみたいな。まあ言いたくない理由はですね、例えばそのまあ私昔アルバイトした時にまだ性転換手術終わってなかったんですよ。性転換手術終わってないけど見た目は女の子みたいな感じで、でそこの職場にですね、ちゃんと私は面接の時にカミングアウトしたんですよ。あ、まあ君見た目は女の子だけど、でも男性コイズ入ってもらっていいみたいなこと言われちゃって、やっぱ嫌じゃないですか私的には。もしかしたらその面接の時に私実はまだ下半身にポコチンがついてるんですっていうのを言わない方が良かったなと思ったわけですよね。だからどっちかっていうと LGBT の人なんですみたいなことを
日常生活で言っちゃうと、まあ、トランスジェンダーの人に関して、まあ、私みたいなこの性別を変えた人たち、元男の子元女子さんみたいな人たちはもう損でしかないみたいな。なのでなんかすごい世の中が言ってるその LGBT に優しい世界をって言うじゃないですか、なんかすごい矛盾してるなっていうんですよね。その LGBT の T を含めることでなんか世の中に溶け込みたい人たちがどんどん浮き彫りになってしまうみたいな、目立っちゃうみたいな、みんな目立ちたくないから、私たち業界の用語では埋没って言うんですけども、埋没っていう言葉がすごい適切なんで言いますね。埋もれたいんですよ。まあ、私みたいなこう言って発信者はどっちかというとそういうのを個性を売りにしてやってるから、今聞いてくださってる視聴者さんからしたら、いやお前普通に自分から元男の子って言ってるじゃんってなるから、そこは抜きにしてください。私じゃなくて、もう世の中で普通に生活してる元男の子さんはもう普通に OL やったりとか主婦したりとか、あの保育士さんやったりとか、もういろんな普通にごくごく一般の女性と同じように働いてる人がいっぱいいるんです。だからもしかしたら分かんないですよ、皆さんが街中ですれ違った女性の人が私みたいな元男の子さんかもしれないし、でも LGBT とか言わないからさ分かんないじゃないですか。もうそれを望んでるんです。だからね、さっき言ったなんか LGBT に優しい世界をって国の方針になってるけどさ、一応 LGBT の当事者として私がすごい感じるのは、その優しい世界をっていうのは皆さんその国民の、まあ、LGBT の当事者じゃない人たちに優しく分かるように LGBT って一括りにして、この LGBT っていうのはこういう人たちですよっていうの、非当事者の人たちに優しいキャッチフレーズを言ってんじゃないのみたいな。むしろ私たち当事者は優しいっていうか、もうなんか浮き彫りにされちゃってるっていう。よくさ、あるじゃないですか。レインボーフラッグだっけ、あれ見るとドキーンってするんですよ。ドキーンって。ギクーみたいな。で、なんでかっていうと、たまにさ、ちょっとあの熱心な、この LGBT 活動家の人とか、街ですれ違ったりすると、ここにピンバッジとかつけてるね、レインボーの。あとはそのアップルウォッチの、レインボーバンドみたいな、こういう売ってるじゃないですか。企業とかこうやって、多分イメージアップかわかんないですけど、まあ、よく今こう、世の中は LGBT に優しい世界をって言ってるから、なんか商品とかにたまにこう、ラインナップで、レインボーのやつを入れたら、クリーンなイメージになりますよ、世間の皆様に。だからやっていきましょう、みたいな感じでやってるけど、もう気持ち悪いな、みたいな感じで私思ってたんですね。こういう街中で、ね、バンドとか、ピンバッジとか、ここになんかペイントとかやってる人を見ると、なんかドキーンってするんですよね。うわ、もし、やばいやばい、バレるみたいな。クイアイさんにバレるってみたいな。だからもう見た瞬間に私もう逃げるっていうか、この前ね、町田の方私歩いてたんですよ。したらね、町田の方でなんかすごいいろんな人が駅前で、ね、デモみたいな、この街頭演説で、すごい虹色のね、虹色の大群みたいな、もうこれでなんか戦いに行くぞみたいな、この、虹色のフラッグを持ってこうやって、皆さん応援よろしくお願いしますって言って、なんかこう通行人にこうやって、なんかレインボーなんちゃらみたいな配ってんですよ。うわ、怖えみたいな。それを見た瞬間に私、もう帽子めちゃくちゃ深く被って、いやみたいな。絶対にバレたくねえと思って。まあ普段ね、私はその、YouTube では元男の子ですとか言ってますけども、日常生活ではもう普通に、もう乙女として暮らしてるわけですよ。もう普通のね。はい。プリキュアみたいな乙女として暮らしてるので、プリキュアの私が日常生活を送るときに、レインボーピンバッジとかつけたら、やばいでしょっていうことなんですよね。あ、でもあれですよ。私はゲイセクシャルです。私はレズビアンです。私は両性愛者ですっていう、オープンにしてる人限定の話ですからね。まあそういった人たちはさ、こうやってリストバンドにレインボーとかつけたりさ、こう、ピンバッジこうつけたり、なんか、虹色の鉢巻きとかつけるかちょっとわかんないですけども、なんか、そうやって持っててお互い、あの人そうだったら仲良くなれるみたいな、同盟じゃんみたいな、なるけど、私みたいなその埋没して生きていきたい人間はですね、こうやってピンバッジとかハチマキとか、この虹色の旗を持ってこっち来られたら、違いますみたいな、そういうことです。それ言いたかったんですよ。だからね、最近ではね、もう本当私、もう日常生活でビクビクしながら生きてるんで、雨こうやって上がって、天気が良くなった時に空を見上げるじゃないですか。で、虹が出たら、うわーって言って、こう、なんか狼少年が、そのなんだっけ、満月見たらさ、わーってかやるじゃないですか。私も、なっちゃうんじゃないかって、まあ、ならないですけども。面白いですか？面白いです。
やばいな、笑っちゃってやばいな。ちょっと待って、真面目な話なんでめちゃくちゃ笑っちゃったんですけど。とまあこんな感じです。まあ一応私はまあ世間で言う LGBT の人ですよ。 T なんで、トランスジェンダーなんで。でもそっとしておいてほしいという人もいるんだよっていう、その世間が LGBT の人たちに優しい世界よっていうウェルカムしてくれてるのはすごいありがたいんですけども、いや違う LGBT じゃなくて私はプリキュアですっていう人もいるんで、まあ、そういった考えがあるっていうことを皆さんにも知ってほしくて今回はこういう話をしました。少しでもあそうだったんだってなるほどって思ってくださった方はグッドボタン、あと応援してくださる方もぜひグッドボタン押してください。あのグッドボタン置いたらすごいやる気モチベーションあって、青木かなももしかしたら投稿本数増やしちゃうかもしれないんで、あのグッドボタン少ないとあーもう投稿本数ちょっと上げたくなくなっちゃうなってなっちゃうんですよ。なのでぜひグッドボタンお願いします。各 SNS も、チャンネル登録お願いします。で最近ですね、あのサウチャンネルで、ポケモンカード、私ポケモンすごい好きでポケモンカードにもハマっちゃってもう大変なことになってますので、ポケモンカードの分野を専門的に発信するチャンネルも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。